VCS プレゼント BJJ ウェブ、はい、橋本キアです。ラスコンケニーです。はい、はい、石井道場石井です。はい、ということでまたおじさん3人で、はい、がっちりとやりたいと思います。おじさんでしょうがない、はい、しょうがないです。しょうがない、はい、今回のお題は3つ、はい、はい、ガビ対クレイグ延期、延期、はい、重点地上波番組放送、はい、そしてオールナイト配信やります。この3つでお送りしたいと思います。まず最初に、はい、ガビー・ガルシア対クレイグ・ジョーンズ延期ということで、はい、だこの先週末に急遽やるってなったガビー・ガルシア対このクレイグ・ジョーンズ、はい、まあ、なんやかんやありつつ、その当日、日本時間の、月曜日の深夜、2時ですかね、2時、3時だ、3時だ、はい、にやるってなって、はい、でも俺もドキドキしながら見て。そしたら結局やらずと。そうだね、コーヒー飲んで眠気と戦ってたんでしょ。そしたらだってその後だってもうやらなくてもうクインテットの女子版を見て、その後に朝の7時からサビスアンダーグラウンド見るみたいな、はい、そうですね、石井聡の試合、石井聡、ロクサンモダフェリーみたいな、はい、というのを見るっていうぐらい本当にもう肩透かし、はい、で、まあ、この大会なんでこうなった、要は今までって何かにつけてガビって男でやったらどうなんだみたいな、要は誰々の対戦相手みたいな、ガビみたいな、でこのでよく海外の大会でこの選手と戦うのは誰でしょうみたいなやった時にガビガルシアみたいなコメントで出るみたいな、でそういうじゃ男対女みたいな、なんかつうとガビの名前が出るみたいな、その男ガビが男とやったらどうなんだろうみたいな、性別を超えたそういうのでがあったんだよね。でそこでその伏線として2月の終わりにやった WNO フードナンバーワンの時にガビがコメントしたんだよね、私は誰とでもやると、うん、もしゴードン・ライアンと、やれって言われたら私はやるプロだからみたいな感じで、そこに乗っかったのがクレイグで、じゃあ俺がやるみたいな感じで、その時からなんか匂わせはあったんだよね、うん、で3月の頭ぐらいにクレイグがやっぱガビーとの対戦を匂わせる投稿をやり始めて、でその2月の終わりだからそれから1週間後ぐらいに多分そこでどんなのでけど、その時にほらその時のガビ対そのクレイグだの、うん、ガビ対ゴードンなんかよりゴードンがアンドレを引っ張られたじゃん、うんうん、そっちの方の話題が持ってかれちゃったんだけど、はい、実は水面下でそんな話が行われてて、で本当にやるって決まったのは本当数日前、うん、でその時にイッツオフィシャルみたいな感じで、うん、ってなって、したらそれがやっぱりその個人の SNS だから、うん、本当にこれやるのどうなのみたいな感じになってた時に、どうやらやるらしいと、だからその対戦カードのカードとか、あの画像とかもできて、やるぞと、しかも今週の日曜日に、うん、ガビーの道場で、ロサンゼルスで、しかも無料で配信するみたいな、うん、でなって、うわってなったら、本当に2、3日だよね、多分金曜日ぐらいだと思う、日本で。で、やるんだみたいになって、急にやることが現実になって、で、日曜日の夜中だから、夜中の3時ですよ、LA 時間の11時。日本時間の夜中の3時に無料だってなって、うん、ガビの、どこでやるかって言ったら、普通だったらペーパービューだったり、うん、フローでやったりってなんだろうと思うんだけど、今回だからその急になったか、そういうのも多分取っとってなかったのかな、うん、よく分かんないんだけど、ガビの道場、アリアン市イーストバレー、距離的にはクレイグの道場と、クレイグの道場なんだって、要は今プエルトリコじゃんっていうのは、じゃあクレイグは今アメリカに、違います、だから WNO でダラスにいたんですよ、ダラスはオースティンにいたんです、うん、テキサスにいて、うん、そこでゴードン・ライアン対、うん、バグナー保釈があったじゃないですか、はい、であとそこでその WNO があって、うん、ダナハ・デスカットの人たちが来てて、うん、そのセコンドでやっぱクレイグも来て、うん、でその次の、4月にやるのかな、うん、WNO でルートロとの対戦があるっつって、うん、その要はフェイスオフで来てて、うん、だからそのオースティンで大会が終わって、はい、次の日の朝なのかその日の夜なのか分かんないけど、ロサンゼルス行って、距離感はどんな、オーストリアとロスっていうの、4時間ぐらいでしたね、確か。じゃあ本当に2時間、そう、2時間から4時間、確か俺1回行こうとした時にそのぐらいでした。
じゃあちょっとふざけてミューズからミーウィーにちょっと行ってやろうかっていう距離の話じゃない。いやいや飛行機です、飛行機です、もちろん飛行機で4時間、うん、そう、あ2時間から4時間確かそのぐらいでした。ふざけ半分じゃちゃんと行かない距離ですよね。あけどね50ドルとか100ドルで行けます、格安飛行機だから、うん、そんな感じで、で急にやったじゃん、でしかも無料なわけじゃん、うん、はい、でドキドキして見てたんだけど、で結局はやらないと、うん、でそこでいや2人でプレスカンファレンスみたいな記者会見みたいなのやって、うん、そこであお互いがそう、うん、あの喋ってトラッシュトークみたいなのやって、はい、でずっと喋ってるうちになんか今日やらねえみたいな、みたいな、ね、あの時にもちょっと坊主のねチャットで、はいはい、これ今日やらないのみたいになってて、で向こうでやっぱりアメリカ在住の日本人の方もなんかやらなそうですねみたいになって、で結局腕相撲やって終わるみたいな、はい、で向こうの言い分としては要は急にやることになったから、うん、要はあのフェイスブックページで配信してるから、うん、要はあのアジアの人たちは夜中じゃん、はいはい、で時間もあれだし、要はその中国とかはそのフェイスブックに入れないじゃん、はいはい、あそうですね、そう、うん、だからそういう人たちが 見にくいと、うん、だから、ちゃんとしたプラットフォームを整えてみんなが見れる状態でやりますっていうことで、うんうんうん、あの腕相撲の茶番で終わるみたいな。実際その本国アメリカの人たちはどういう感じになってるんですか。で、ファンは。で、いやだからあれ。皆さんと同じタイプ感じ？もうみたいになってるの？いやもちろんもちろんで、うん、であの要は本当あれって、うん、まあもうあ俺ブラジルブログに書いた時はちゃんとああいうの書いたけど、うん、正直、うん、ガビが勝つわけないじゃん。ガビがね、ムンジャルを6回優勝、うん、で ADCC を4回優勝してるのかな、で2013、15、17、19って4回優勝してるよね。だから10タイムスワールドチャンピオンだと、うんうん、で今まで3ミットされたことないって言って、うん、で、で農技で、農技のサボンリー、ノータイムリミットサボンリーでやるってなって、うん、でガビは今までタップしたことないって、うんうん、でアンデ120キロってなってて、うんうん、で、まあ、クレイグは、ADC で88キロで準優勝ですね、うん、でそれが最高位なんだけど、とはいえですよ、うん、石井聡とかも決めて勝ってるわけでしょ、はい、でまあもちろんだとメイソン・ファーランも負けたけど、あと ADCC で、マテス・ジンスに負けたのかな、うん、それ以外で2019年が ADCC でマテス・ジェネス負けて、2020でメイソン・フォーラーに負けて、ずっとそれが勝ってるわけじゃん、うん、しかもその中にはその、あのメイソン・フォーラー以外は勝ってるし全部決めたりするわけじゃん、石井聡決める人ですよ、がガビってしかもガビであんだけ体格でかいけど決めて勝ってるじゃん、ほぼないじゃん、うん、ってなったら、うん、でねえ普通に考えてクレイグの方が有利だと思うし、いやクレイグでも本当これフリークショーで男対女インタージェンダーマッチ、男女混合マッチね、インタージェンダーマッチって言われてるけど、クレイグが負ける要素って本当紛れというかなんかのアクシデントじゃない限り、もう 98% 97.5% ぐらいの確率で俺はクレイグ勝つもんだよね、しかも割と早い試合時間でってなってるけど、やっぱそういう男だよね、あのガビーがみたいな、もちろんガビーがタップで負けるっていうのを見たいだろうし、あんだけ筋肉ムキムキで、うん、っていうのもあってすごい注目度集めてたけど、うん、普通に考えたらないよね、うん、であとこれってリアルタイムで見てたんだけど、その、アリアンスイーストバレーのフェイスブックページで、3000人ぐらいが見てたのかな、3000いかないぐらい、2800とか、うん、あとは、ガビの、フェイス、インスタグラムの、ストリームで1100人ぐらい、うんうん、で、クレイグが800ぐらいかな、でトータル5000人ぐらいなんだよね、うんうん、無料でね、だから見れてる、でそれを例えば課金でやるってなって、まあ、5ドルでも10ドルでもいいけど、うんうん、したらみんなだって興味本位で見てるわけじゃん、はい、ってなってるから、日本でどのくらいの人たちが見てたのかちょっと分からないけど、それ課金ってなったらガクンって減るわけじゃん、でしかもあんなトラッシュトークみたいなことやって、でちょっとみんなうんざりしてるわけじゃん、うん、ってなったら次にやるってなって、仕切り直しになってどうこうってなって、もうこれトーンダウンだよね、かなりの落としどころがね分からないですよね。でクレイグがちょっとあの要はガチモードで、ガビは相当ガチだったよね、すごい不快感あらわにしてて、私はあのゴードンは友達でリスペクトして、こいつは友達でも何でもねみたいなことを言ったりして、すごい
行ってて、で負けたらあのホールオブフェームのね、IBJJ のホールオブフェームのリングも上げるとか、うん、ここにあるベルトも上げちゃうとか、そんなすごいこと言ってて、でそんなんいらねえみたいなって、うん、でインタージェンダーマッチのベルトを持ってきたらして、うん、で向こうはちょっとおちゃらけ茶化してる感じはあったよね、うん、クレイグの方は。で あいつほらあの女子用のシングレット着たり、うん、ちょっとジョークマンなところがあるわけじゃん、うん、だからそういうのもあっておちゃらけ半分でガビンとこ行ってチャレンジしたから、ガビンもまたそれでちょっと硬くなってる部分もあると思うんだけど、まあちょっとそういった感じで、うん、でしかもでこんな仕切り直しで腕相撲やって、うん、ってなってるからちょっとトーンダウンというか俺が夜中の3時まで待ってたあの気持ち、気持ち返してほしい。そうですね、ああ何人か見てたと思うよ。リーモーさんも見てたし、あとツイッターとかも検索したけど、やっぱ日本でも見てる人何人かはいた。そして朝起きて寝てて正解でしたっていうのも多かったですね。抱き上がって真面目で、真面目そうしちゃったね、真面目で。そうで、だからその日って月曜日の夜じゃん、で朝まで起きてるわけじゃん、はい、夜ミューズかみたいな。で夜しびれるね。そうミューズ行ったら行ったら人も少ないしね、その試合期間じゃテンション上がったね1週間が始まるかもしれなかったのに、どっちだけな1週間のスタートですよね。そう、もうやる気も出ないですよ、うん、で行ってだそういう風にやって、だからその5000人っていうのがマックスだよね、うん、じゃあ要はフリークショーとはいえ、うん、すごいその興味本位で見るっていうのが一応やっぱ不特定多数が見るわけじゃん、無料だしね。で5000人、うん、何パー、これが課金になって、な値段がいくらなのかわからないけど、5ドルが10ドル払って見る人たちが何人、無料だから見るよみたいないうようなところが多いんで、だって5000人以上は見ないってことじゃん、課金になったらね、仕切り直して。それを超えることはないよね。多分もっとちゃんとセットアップをするのか、もっとプロモーションに時間をかけたり、それこそ本当もっとトラストークをして盛り上がったりしたら増える可能性はあるけど、現状は5000人が瞬間最大風速だったよね、うん、瞬間視聴率というか、うん、でこれって世界で5000人だからね。そうですよね。アメリカ、ブラジルも見てるのよ。期待値が5000人ってことですもんね。そう、でそうブラジルは、ロサンゼルスでが、11時でしょ、午前、日曜日の午前11時、ブラジルは日曜日の夜の11時、うん、あ違うね、夜の、あ昼の3時か、うん、日曜日のね、まあまあ、いい時間ですよね。日本が夜中の3時だけど、うん、ってなってるから、でガビで、であのガビがその、俺はもうポルトガル語 あのガビのインスタのコメントまでチェックしないけど、でブラジルの人たちはもうクレイグのやっちまえみたいな、クレイグよりのコメントが多くて、でクレイグのインスタの方はもちろんクレイグがあの主人公だから、あんなやつやっちまえみたいな。でそのイーストバレーの方はどうでもいいから早くやってくれみたいな、いうような流れでやってましたね。まあ、例えばね、その男女マッチだったら、うん、天竜対カンドリですよ、っていうのは、はいはい、結局終わってからのカンドリのあの顔っていうので、うん、やっちゃっていいのか そこまで女子にっていうのが、あの写真がすごいいい落としどころだったわけじゃないですか。 それはね、プロレスだとかなんとかって話じゃなくて、もうこの顔があんな説得力の、うん、全て物語っていうね、そうあるものはなかったっていうのが、うん、あれの解決策だったけど、うん、今回の試合がね、そういうものがちゃんとあるのか、うんうん、けど本当これはガビがあんだけ不機嫌というか、ちょっとガチっぽい雰囲気だったから、もうちゃんとやるんだろうなっていう感じはしたんだけど、いや煽られてちょっとマジになっちゃう、ムカついてるんですよ。そう、うん、でそれぐらいの方がいいよね。そうけどそれって本当女子対男子って本当これってないじゃん。ないですね。前にキックボクサー、オカマのキックボクサーのパリンヤが来たりっていうのは、これ男女マッチ、はい、男女っていうか、まあそういうのあったりしたけど、ね、あとボクサーもいたよね、女子のボクサー対男子対、分かんないそれは。ありましたよね、なんか、アリの娘レイラアリー、分かんない男子だ、それで分かんない男子、なんかボクシングもそういうなんかあったのを覚えてるんですよね、はい、でまあプロレスだったら、まあ、カンドリー対その天竜はまあ最初ですごいあったけど、今も普通にあるわけじゃないですか、うんうん、まあ、プロレスの世界だしっていうのもあるから何とも言えないけど、要は今もだってもちろん大会で言えば、そのキッズで男子対女子ってあるわけじゃん、まあそうですね、この間 KIT だって秋田美咲と、ね、あのヘイトルやってるわけだし、うん、でもっと言えばあのラスコンゲームズの団体戦で内山さんが高志郎とやったり、内山さんが井田悟とやって引き分けたりっていうのはあったわけじゃん、うん、
いやそういうふうに、うん、その男と女、まあ、大人で、まあ、団体戦っていうのもあったけど、もっと言っても昔は寺島るいが、あの寺島るいっていう、まあ、ピアブレッドにいた女子がやっぱ男子やって男子に勝っちゃうとかそういうのもあったし、うん、だそういうのは あったけど偶発的なものだったよね、うんうん、けどプロの試合でプロマッチみたいな感じでガビー対クレイグっていうのが真面目に組まれるっていうのは史上初のことだった。しかもそれがガビーだったわけじゃん、うん、あの体が百何十キロ、180何センチみたいな、うん、っていうのがまたすごい。だからもっとしてもだってクレイグじゃなかったら普通にガビーが勝つ可能性ありますよね。うーん、それが例えば本当誰かな、チアゴ・マセドとか、うん、チアゴ・マセドとか、あと誰かな、ブランドン・ミュリンスとか、でそういう軽量級の男子とガビーがやったら、うん、いやガビー勝つでしょみたいな、うん、でまあ、もちろん通ってはたガビーやってどうだっていうのは、まあ、それもそういうのもあるかもしれないけど、普通の波の男子選手だったら俺ガビーの方が強いかもしれないけど、クレイグ・ジョーンズですよ。だから88キロ級の ADCC のシルバーメダリストってことは世界のグラップラーの上位2人ですよ、うん、トップグループの人とガビーがやってっていうのはいくら体格差があるとはいえですよね、普通に考えればね。その楽しみですね、やっぱりね。そうなると見ちゃいますよね。うん、だからどっちにしろどっちにしろ見るけど、見るけどね。ただそれが20ドル払って見ます。俺は見るけど、無料で5000人がそうにやっててで、どうなのかなちょっと思っちゃうけどね。まあでもすごい気になるは気になる。だからカンドリ対ガビーとガビー対クレイグどっちが気になる。だけど堀田由美子対ガビーは5000人以上でしたからね、見てるのは ね会場だって3万人で。いやけどでガビー対堀田のワンマッチね、藤波対ね、あの木村健吾みたいなワンマッチ工業後楽園でやりますってなって、でそれ一切のために見に行くかっつったらどうなんすかっていう気はするけどね。それはそうですね、一本あるうちの1個があるんだけど、はい、これってもうその試合だけなわけじゃん、うん、そうだね。そこでどれぐらい引きつけるかわ、ね、かんない。見る？いやちょっとでもどうだろう、わかんない。時間とお金だよね。だからそれきつくない？なんかそれを超えてくてくんない、まあ、でもそもそもさ、うん、プロモーションがお互いのインスタでしかしてないわけだから そんなにね、しかもやってないわけじゃない。急によ、うん、ほんと3日ぐらいだから、はい、それこそ金谷さんのツイッターを見なかったら知らなかった日本人の方が多いと思います、うんうんうん、と思う、はい、うん、そもそもその人たちフォローもしてないしっていう、ゆきちゃんもあれ金谷さん見たらえっと思った、うん、そうやっぱだから僕でもえって思います。そうリツイートの回数がやっぱ多かったもんね、うんうん、ホットなお知らせだったね本当に。そうだからそれだから本当もうあやるの、いややるのかなってなってたのが、うん、あ本当にやるっぽいってなって初めてちゃんと書いたんだよね、うん、だからそれまでこれ半信半疑じゃん、はい、あやるのみたいな、うん、でそういう期待感もありで見たら腕相撲みたいな、みたいな仕切り直しです。だから金谷さんのせいで夜更かししたやつらも中には何人いるってことですか。いや俺もやってんだから。俺もだよ。金谷さんがこれ次どんどん広がってってそう あんなコーヒー飲んでさヌテラのパン食ってお夜食まで食ってさ昆布茶まで飲んじゃってさ、すげえもう甘いのからしょっぱいのからこれ準備万端だまだかまだかみたいな。だから3時に3時かしちゃったじゃん。でスタンバイしたのよ、うん、で5分10分始まらなくて、まあ、想定の範囲内ですよ、うん、始まったのが半ですよ、うん、でプレスカンファレンスの2人が並んでなんか喋り始めて、うん、それやり始めて、あ雲行き怪しくなったのは20分後ぐらい4時前ぐらいに3時50分ぐらいちょっとおかしいぞと、あれなんかこれあれもしかしてこれやらない雰囲気になってないみたいな。でなんか急になんか、うん、えっつって敷き直してた、今日お手相撲ですみたいな。なるほど、ね、もしかしたら作戦でこれすごいプロモーションなのかもしれない、ね、これからすんのかな。これをまずいやけどこれマイナスだと思うぜこんなんやってたら。そこがちょっと逆裏面出たのかもしれないけど、これで結構しまたさらに知る期間が増えたじゃないですか。まあね、うん、まあね。で課金に持ち込むパターンかもねこれね。どうなんですか。いや絶対課金でしょ。金になるっていうのは本当これは見せ物小屋のフリークショーなのわけだから、うん、KIT もまず全員呼んで腕相撲させましょう。そうこれからね、そうです KIT でね。腕相撲で勝った人から組み合わせ組める。組み合わせして。いや本当そうよ。うん、まあでもちょっと見てみたいな。いやいやケニーなんてじゃあ例えばクレイグ・ジョーンズ対マティウス・ジーンする絶対こっちの方が見たいでしょ。見たい。だ僕はどっち映像が2つあったとします、うん、ADCC2019 の、
ADC 88キロ級の決勝戦、うん、マテウス・ジニス対、クレグ・ジョーンズ、うん、あとはガビー・ガルシア対クレグ・ジョーンズ、うん、カンドリ・シノブ対クル、カングリ・シノブ対ガビー・ガルシア、どれ見るってなるじゃん。カンドリの人も見たかったショックだよ、試合できなかったじゃん、あれ、うんうん、やる気、いやロープワークで張り切れたそう、捕まって捕まって、いやじゃあカンドリじゃなくて、ホッタ対ガビと、だから一般人に、はい、じゃあ例えばね、ミューズにいるアイドルだったりなんだりっていう人たちにどれ見ますってやったら、そういう風になっちゃう、まあ、そうホッタ対ガビなのか、マテウス・ジニス対クレイグ・ジョーンズなのか、ガビ対クレイグ・ジョーンズ、やっぱ男女マッチョ、あこれ見たいですみたいな、ね、街頭インタビューやりたい、どれ見たいですか、シール貼ってくやつね間違いなく多分このね、こっちインタージェンダーマッチ、そうです、見たいくなるよね。だそれがガビだから成立するわけじゃん、うん、マッケンジー対クレイグ・ジョーンズってあれなわけじゃん、わ、うんうん、かんないけどね。まあ、ガビーもそうキャラがもう先行してる部分あるじゃないですか、なんかその日本に来たりとかも、うんね、ミスター女子プロレスみたいな霊長類最強に近いね、そうそうそう、だってそういう部分もあるし、そんな120キロある女子しかもムキムキなわけじゃん、はい、僕も2011年ムンジャルの会場で写真撮った時、うん、腕並んだ時に俺の桃ぐらいの腕したから、うんうん、いやその時まだ覚醒前のガビーよ、うん、でっかっと、その後にだってムキムキになって、だってその2011年が多分あの ADCC 優勝、ADCC に出始めた多分そのぐらいなんですよ。でそのぐらいからガビーのあの伝説というか始まったのがそのぐらいの時だよね。確かにあれからもっとでかくなってるもんね。そうで当時は本当にまだまだ大きい女子で、要は、うん、パワーだけみたいな、でかいだけみたいなやつだけど、その後でやっぱ実績もちゃんと残してるから、うん、っていうのはまたガビーの、でももちろん MMA やってって、うん、だって ADCC にしろムンジャルにしろ負けてない人たちが、あ負けてないガビーが MMA に来たからまだ話題になったわけだし、うん、でガビーと誰がやったってガビーよりちっちゃいわけだし、うん、ガビーよりでかいやつがいないんだから。ちなみにガビーって今何歳ぐらいですか。いや実は30なんです。若いんですね。30そんな若かった。乙女じゃん。そう あ, のあそこ の, そのインスタグラムに出てた対戦のやつを見たら、ガビー30のクレイグ38歳みたいな感じだったよね。ああなるほどなるほど、まあ、クレイグ38歳ってのはまあそんな感じかなって気はするけど、あれちょっとあの本当かどうかちょっと分かんないけどね、一応そんな感じになって、あガビーまだ30なんだっていうのはもうちょっと思った、なんか昔から見てるような、ね、そう。でも何にしろね、話題を振りまける選手っていうのはいいことですよね、うんうん、注目はされるもんね。そうね、うん、そうだからこれからナチエリでジーザスとクレイグ・ジョーンズってだってあんまり速球力ないでしょ、うん、ナチはこの間あの WNO であのガビーに勝ったんだけどね、うん 判定勝ち、だからガビーに勝ったナチエリでジーザスよりもやっぱりまだ負けたとえガビーの、うん、ネーバリューの方が依然と上だと、うんね、かなり日本でももう知られてるもんね。そうでやるのかやる、まあ延期になったから日本だとギャビーみたいなの呼ばれてるね。ギャビーギャビーギャビー、ね、まあ俺らガブリエル、あの人本名ガブリエレガルシアなんだよ、ね、あガブリエルでギャビーガブリエレガブリエレガブリエレでガビーガビーって言われてて、で俺らが俺はもう太ももガビーがウに点点イでガビーってやってるんだけど、うん、でライジンデビューするにあたってギャビーになってたんだよ、ね、そうですね、うん、そうそうそう、ちょっとあれねすんなり入ってこなかった。そう2015年に、うん、ADCC の、ブラジル大会の時に、うん、当時のライジンのスタッフだった人が日本人の方が来てて、うん、そこで、参戦交渉をやってたのは見てました。うんでその人が多分あのギャビっていう表記したんだと思うんだよね。なるほどなるほど。あとビーよりもねギャビの方がね日本人に入りやすいとか、うん、そうかもしれないですね。ギャッツビーギャッツビーモデルみたいな。ギャッツビーモデルもなかなかそれはドマだから俺もギャビーって言ってたけどギャッツビーが来ちゃったから。そう ガブリエレ・ガルシアさんですよ。へえっていうのがこれですよ、うん、はい。石井さんこれじゃリアルタイム寝てた。寝てました。その代わりいやただで見ました。ただで見てても、はい、ただで見れるって言ってもやっぱ寝る。だから試合は見たいけれども、ちゃんと何時からって言ってくれるっていう、うん、なんか俺はやっぱり生配信で見たいんだよね。でもそのやり取りが英語を分かる人が見たら、うん、そのトラッシュトークは分かっても、うん、英語は分かんないから多分そこがあれ盛り上がってきてるのか、うん、ちょっとあれ雲行き怪しいぞが僕は多分見てても分かんない。途中であれあれ今日やらないのみたいな話になってて、はい、あれいつの間にみたいになってそのやらないってことが分かって見ちゃうと、はい、ああってなっちゃうけど、はい、あのドキドキ感はやっぱあったよね、うん、今日やらないのみたいな
言っちゃった、それだけ、ね、そう部屋で一人言っちゃった、と思ったもん。で思わずで書くもん、これやらないんですかねみたいな。もうそれだけ得したじゃないですか。まあね、うん、まあただで独立してたからね。やっぱり生はいいなと思いましたよ。生で見てるとそういう、うん、その夜中の3時っていうの、そのままでね、うん、1時とかに、いや、シャワー行った方がいいかなとか、じゃあコーヒーにしようかなみたいな、お緑茶がいいかなみたいな。でやっぱこれからまだ時間ノータイムリミットだから、うん、何分かかるか分かんないし、ね、カフェイン入れとこうって飲んで、であとちょっと苦くなっちゃったから、うん、あのヌテラ塗ってパン塗ってちょっと甘いのって食べて、よし準備万端だってなって、でちょっと甘くなっちゃったから昆布茶入れて、ちょっと塩気入れて、それやらないのみたいな。でコーヒー飲んでたもんだから寝れないみたいな。どうするみたいな。全て含めて日本人で一番楽しんだ人ですよね、それがね。本気ので本気の英雄さん。そう、あしたらそう、あ石井聡とロクさん寝るし、じゃあ SUG だっつって、じゃあもうクインテッド見ようみたいな気持ち切り替えて。そうだから去年10月以来初めて UFC ファイトパッツを起動させましたから、入っててよかった、ね、入っててよかった、解約してなくてよかった。もう内山さん決めてるの見てましたよ。もうちょっとこういう風にやってたの見ましたよ、立川でね。そう、うん、確かにこの間のやつですよ。あ、この間のやつ、あ、ほら、あれって俺現場で見たから、うん、あの中井先生の実況が聞いてないから、ちょっと、うん、あの配信のを見ようと思って、カルピディウムって言ってない、ディウムじゃなくて、ディウムって言ってる気がするんだけど、ちょそれも初めて知った、はい、カルビディウムって言ってるのも、ちょっとそれもあってね、はい、なるほど。で、SUG まで続く、うん、朝7時ね、はい、まあそういうのもありましたよ、うん、じゃあ絶対次も見ないと。いや見るよ、ね、これ見なかったらもう30ドルまでは払うね、50ドルは、まあでもここまで金谷さんが煽っといて見ないだったらちょっとあれだもん。だそれがワンマッチ大会なのか、なんかのメインでやるのかにもよりますよね。ああ、で WMO のね。そう、に突っ込んでいくとか、そういうことの可能性としてあるんじゃないの。いや、だってこれって、やっぱお金になると思うもん。絶対お金になると思うよ、これって。本当、急にやったから5000人なのかもしれないけど、うん、ちゃんとそういうふうに、ここに至る過程をちゃんと見せてって、うん、で、プロモビデオを作って、どうこうやってたら、うん、ワグナー保社とほら、ゴードン・ライアンもすごいやり取りあったじゃん、うん、あの野郎みたいな感じになってて、で、そういうふうにやって、盛り上げていけば、金になるよね、うん、しかもインタージェンダーマッチ、いや、これ、色物じゃん、本当、フリクション、色物対決だから。でしかも実力者同士の人たちでしょ、うん、まあ男女マッチとはいえ実力者同士なんだから、で普通に俺は絶対クレイ勝つと思うし、紛れがない限りクレイ勝つと思うけど、普通にぼんやりした人が見たら、あガビ勝っちゃうんじゃないのっていうような人たちを巻き込めたらすごいですよね、うんうん、だってガビだってアメリカではだって道場出してくらいだから、だからそこら辺に知られてるわけ、充実の人たちからは、と分かんないけど、そう、まあ、でも最高の煽りのあれだったんでしょうね、この間のそのがね、そうね宣伝ガツンみたいな。ベルトもあるんだから。まあでもそこまでちょっと見てみたいなと思う。でしょ？けどそれをいくらまで払う？そうそうそう、いやでも 2,3 千円がまあいいとこでしょうね。うんうん、あだから本当だから1試合その1試合これだけを見るため、だからこの間のほらあの大晦日だってクレベル対カイラーゴン見たくて5,000円払ったわけじゃん。うん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 、でまあそまあでそのこの1試合のために5,000円払うっていうのは、うん、まあ泣きにしもあらずだけど5,000円どう？わかんないけど。いやでも見ちゃうでしょ。いやけどこのワンマッチで50ドルっつって本当往年のね。藤浪みたいに木村健吾になりますよ、ワンマッチ工業伝説のっていうくらいのカードでしょこれ、うん、そうでしょうね、呪術界にとってはそうですね、はい、多分ね。でこれってなかったことじゃん、うん、今までこれもいつも言うけど、その96年にね第1回目のムンジャラが始まってって、こういういや日本そこでブラジル呪術の歴史をスタートとするならばね、でこれがあったって多分2021年の一つのトピックだよね、これね、重大ニュースの一つになるよね、うん、でそれが求められたものがやっとっていう天心たけるみたいなね、うん、そういうものとは全然違う、うん、パッと湧いた話だし、うん、別にお前らやるのそんなに、うん、だってお前女子で強いのはもうみんなが認めてるし、うん、男子で強いのは認めてんだから、うん、それでいいんじゃねえっていうクールな見方の方が絶対多いじゃないですか、うん、ちょっと冷ややかにね、はい、ちょっと車に構えるじゃないけど、じゃあそいつがやったらどうなるんだっていうところまでは別にそこまで思わねえなっていう、そうやっぱそうなっちゃうのかな、はい、やっぱ本当ここって勝負論、はい、
ではないのかな、やっぱ、うん、本当に色物なのかなだと思います。カンドリーガビーみたいな、だからいあいつの一発が当たればとかね、そういう可能性があんまり見えないじゃないですか、うんうん、あの形に入ったら、うん、ギャビっていうのがあるんだったら、うんうんうん、ぜひ見たいかもしれないけど、うん、そこが全然ガビーがさ、はい、クレイグのガードパスする、はい、ちなみにクレイグ選手は何が得意なんですか。レッグロックよ、レッグロックとトライアングルよ、三角よね。でももちろんバックチョークもできるし、でもあのガビーのあれにそうね、だってダナハデスカットって今もうテンスプラネット以上の、いやグラップリングのトップチームなわけじゃん、はい、そこのナンバー2なんだよね。なるほどね。トップはゴードライアン、その次がクレイグだもんね、うーんっていう人だからって俺は思いますけどね、はいはい、なるほど、まあちょっとそういうのもあります。ガビー対クレイグ、はい、いつやるのか、はい、それも注目したいと思います。はい、はい、続きまして、はい、呪術地上波番組放送はい、朝比奈彩の呪術スタイル、はいはい、フジテレビで、26時55分、はい、もう夜中にやりました、はい、見ましたか。見ました、見ました、はい、まさかの録画したけど見ちゃった、リアルタイムで見ちゃった。だから要は26時55分っていうことは、うん、2時55分、はい、3時から4時、はい、見ちゃった、見ちゃった。見たらな、まあ見て、うん、一回見たらすんなり見れて、うん、ちょっと気になるところありましたけど、さらっと見れちゃったよね。さらっと見れた思って。でまた薄汚い男たち、まあ呪術ってやっぱ薄汚い男たちというか、むさ苦しい30代40代一切綺麗に なかったよね。そうですね。番組スタッフ以外はそういう人は出てこなかったですからね。もうなんかちょっとあの明るめというか、うん、あちょっと露出補正プラス2みたいなキラキラした女子が。はい、出てたよね、はい、でその前にの放送の時にはあのどんな感じなんだってなったけど、うん、やっぱけど俺たちがやってる呪術ってこんなもんだっけっていうちょっと匂いはしたけどね、うん、僕が知ってる呪術とどれが違うんだろうっていうのがちょっと僕見どころでしたけどね。だキラキラ女子の新たな習い事の一つみたいな感じでしたよね、うん、だからヨガの人とかサーファーだったりみたいな、うんはい、その選択肢のうちのスポーツ界こんな選択肢があるんですよの一つの柔術という選択肢の一つであって、もう朝から晩まで汗だくの人たちがいる柔術とはまた違うっていう、それこそ新しい柔術スタイルで良かったんじゃないのかなと僕は思いました。朝比奈彩がやる柔術スタイルです、はいはい、ちょっとえっていう感じをしたけど、ああいうだから本当ディフォルメしたというか、うん、本当上積みのここだけを取ったらああなるよね、うん、あそこを誇張したらね、はい、まあ、ちょっと疑問点はありましたけどねまあでもすごいイメージはいいですよね、うん、本当に。いやだからあれ、うん、本当キラキラ女子たちが、はい、でまあだ要はキャピキャピした感じじゃなくて、要は落ち着いた大人の女性たちがそうですね、やるっていう切り食っちゃったよね、はい、そうですね。でそんなハードコアな、うん、あのバック取ってギュギュみたいな感じじゃなくて、はい、あできましたみたいな、はい、エビはこうやりますみたいな、うん、けどあのエビ延々とやってて、あこれやりたいって思うのかなちょっと思ったけど、けどまああれも呪術だしね、うん、だから本当だからあれはもうなんか全然想像してなかった感じの、うんうん、あこれも呪術だなっていうメニューだよね、うん、やっぱ呪術ってすごいなんか多様性がある中の一つかなっていう感じ、うん、どうするしさ、だからああいうような、うん、例えば大きなねそういう大型のティップネスだなんだっていうスポーツクラブの中で一つのクラスとしてやるんだったら、うんうんうん、ああいう感じが一番当たり障りなくいいんじゃないのかなっていう、うんうん、そうで女性が教えて、はい、女性同士がやるみたいな、そう、うん、男子禁制みたいな、うん、だからやっぱり男性インストラクターがいいっていう女性もいれば、うん、女性インストラクターがいいっていう女性もいるし、うんうん、だからあのスタイルはあのスタイルで、まあ、非常に好感度が持てる、うん、それで結構みんな引っかかるのが締めが簡単みたいなことに対して、うんうん、お前締めがどんだけ難しいと思ってるんだっていういろんなガチ勢のいろんな意見の方がもちろん分かるけれども、うん、そうじゃないんです、うん、そこはもうバッサリカットした方がいいと思うんです、はい、だから勘違い、いやまあ勘違いっていうか、まあ、そういうふうに思ってもらった方がいいんだから。そうなんです、うん、本当はね、はい、
でそこでいやちげえバカみたいなこと言ったら、うん、萎縮したわけです。いやそうなんだよ、うん、簡単な、じゃあ次これやってみるみたいな、乗せりゃいいんだよ、ね、だそれはもうボクサーサイズで、うん、もうサンドバッグ叩いたり、ね、パンチミットやるのはすごい楽しいんです、うんうんうん、ストレス解消っていうけど、うんうん、あれは吐くまでやるイメージがやっぱりちゃんとした人たちにあるんだけど、うんうんうん、それをポン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 簡単って言ってる時点で、うん、お前分かってないなっていうのと一緒で、うん、いやそれ言っちゃダメだよね、はい、あれでいいんです、うんうん、ちょそれは思った、うん、でけどあれを要はあれを見て始めようと思った人たちが、うん、いやトントンって来て、はい、え私が見た事実は違うっていうのが、はい、あれを受け入れられる、あれとほぼギャップがなく受け入れられる道場、とうとう限られてると思うよ、うん、それは僕も思いました。この雰囲気をでやれる、うん、道場絶対少ないなと思いました。で、あれを見てあじゃあ私もアシャヒナさんみたいにちょっとやろうかな呪術みたいなで来て、はい、どうもみたいな感じで俺とか石井さんとかが出てきちゃったらえちょっとなっちゃうですよね。まあそれはね、それが現実っていうもんですからね。そうだからあれは ある意味、はい、イメージアップしてくれた、すごいイメージアップしてくれたし、うん、すごいいいことなんだけど、はい、けど現実はそうじゃねえなっていうのが、はい、あれのハードル上がったよね、受け入れる側のね、うん、あれぐらいやんなきゃダメなんだろうね、今後は、うん、本当にあれがスタンダードにならないとダメなのかもしれない、うん、そう、それはもうだからあれが結局商売としてはそれが10人いるんだったら1クラス作るんだけど1人2人のためにその時間もインストラクターも割けないよっていうのがやっぱり経営する側の意見かもしれないけれども、反対にそういう人たちを受け入れる土壌はどこの道場でも作っといて、それ箱を作らないというか、はい、箱を作らないといけないっていうか、箱を準備しないといけないっていうところでまずハードル高いですよね。でそもそも、まあ、100人のうちの、ね、あの 5人ぐらいだと思うんですよね、うん、その今の現状の呪術人口って、はい、本当に1割もいないようなところが、でどん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 その 5% しかなかったのが 10%、 10% が 20%、 30% な、まあ、5対5には、ね、やっぱ柔道の女子比率で5対5とかなんですか、もっと少ない。いやあんまちゃんとしたとこしか僕も見たことがないから、うん、本域の強いとこしか見たことがないから、うん、やっぱりそこはもうたくさんいるし、うん、だから普通の一般都立高校の部活とかになると分かんないですね。そうやっぱそういうふうに、まあ、5対5にはならないと思うけど、うん、それ近づけるようにっていうふうにこの女子をことさらクローズアップして、うん、ここを増やしていこうっていうのはあるべきなんですよね、うん、そうだからあとやっぱりクラスとかでも人がたくさんいるクラスの方がいろんな人とスパーできるからって言って人が寄ってくるし、うんうん、あの人のインストラクターの時人がいないとかってなってくると人が寄ってこないのと一緒で、うん、女の子がもう5人でもいたらそれは10になるけど、うん、やっぱり1とか2だったら、うん、その男の中にいられる1とか2って結構特別な子って多いじゃないですか、うん、不思議な子とか、うん、ちょっと、うん、だからやっぱり女子格闘技って言われてるのはやっぱ格闘技、女子がやってる女子格闘技ってやっぱちょっと特殊というか、そうで、その特殊な子には、うん、そのああいう子たちは交わることはきついんじゃないのかなと思って、キラキラ女子とはね、はい、ガチ勢とは違うというか、うん、でも何にしろ一番はやっぱり地上波、うん、で深夜とはいえ柔術のまあランクというわけじゃないけれども、うん、まあすごいね、上げてくれた、知名度を上げてくれたっていうことに関して言うと、もうありがとうございますしかないですよね、うん、で今回つつく思ったのが、はい、要はあの教える側の人たちが普通の人たちだったよね、柔術、うんうん、のプロっていうかアスリートじゃない普通の一般会員さんが、うんうん、そうですね、そう普段はヨガやってますとか、うん、普段はサーフィンやってますとか、はい、そういう人たちが出てきて教えたりしてるから、あ普通の柔術やってる人たちは特別じゃないんだ、普通なんだ、うん、私でもできるんだっていうような錯覚をしたというか、うんうん、錯覚じゃないというか、いやそれが当たり前ですよね、まあ、青帯だとか紫帯だとかが今回インストラクターですね。だからあれを見た時にやっぱその番宣で見た時に、うん、なんでその全日本チャンピオンだったりその、うん、トップアスリートたちがいっぱいいるのにそこを一切無視して、うん、なんだこれはと思った時、あこういう番組作りなんだって、うん、あれは納得しましたよね、うん、そうですね、うん、普通の人がやっても青帯になれたり紫帯になれたりするっていうような切り口、うん、だから特別柔術をやるってことは特別じゃないんですよっていう敷居がすごい下がりましたよね、はい、うん、あそこでやっぱりその全日本チャンピオンです、うん、バキみたいな人たちができたら、あやっぱちょっとは自分とは違うみたいになっちゃうけど、うんうん、普通の人たちが普通の人の習い事の一環として、はい、ヨガの延長で柔術やってます、うん、サーフィンの延長でやってますみたいな感じの意気憤はすごいいいですよね、はい、
よかったです。あれはちょっと俺が思ってたのと本当いい意味で裏切られました、うん、お稽古ごとの一つっていうね、うん、そう、うん、あのカルチャースクールそうですね、うんはい、女子のだから本当男のは本当一切バッサリカットされてますもんね、はい、今までのその 5% っていうその競技人口を増やすための番組でしたね、はい、まあ本当あれは今あれですね、オンデマンドで見れますよね、フジテレビオンデマンド4月10日まで無料で見れます、はい、けど4月10日以降もお金払えば見れるみたいなんで、あれ関東ローカルでしかも夜中だったから、はい、で見れなかったって人たちもいるし、けどそれがあの放送前はねやっぱりオンデマンドでやらないと言ってないからやっぱみんな見たりするけど、今はだってこうやって見れるからすごいいいことだと思います、うんうん、あのフジテレビオンデマンド、あのスマホでも見れるしパソコンでも見れます、はい、で1時間番組、はい、すごいあのこれは見てもらえれば、はい、で俺たちはやっぱクラスをやってる側としたら、あこういうことをやらないといけないんだなって気づかされたし、はい、でこれで初めて見た人は、あこういう呪術ってこういうもんなんだっていうのも、うん、あのまあちょっとちょっと現実とちょっとかけ離れた部分もあるかもしれないけど、これはこれでいいですからね、はい、いいと思います、はい、ぜひぜひこれを見ていただければと思います、はい、朝比奈への呪術スタイル、はい、フジテレビオンデマンドでいかがでしょうか。はい、そして最後、はい、4月9日、はい、オールナイト配信やります。はい、ということで、はい、4月9日、ケニー板橋の誕生日、誕生日です、はい、誕生日をお祝いする、まさか朝まで配信、配信やりたいっていつやるの、それ4月9日っていうからもう何そんな日にやりますよ。だからこれねあの実はね2013年に、うん、オールナイト日本イントっていう番組やったんですよ、うんうん、あのこれがね当時グランドインパクト浜島さんがやってた IF プロジェクトのグランドインパクトプロデュースの大会があって、それの煽り番組みたいな感じでやったのがオールナイト日本イントっていう、オールナイト配信で、それやった後にやっぱその夜中だから、まあ夜中のテンションもあってすごい面白かったんですね。で終わった後に、いやじゃあまた近いうちやりましょうねっつってから8年経ちましたまさか8年で、ここでまさかの復活、オールナイト日本でっていう名前でやるかちょっと分かんないですけど、うん、一応ここでケニー板橋のお誕生日おめでとう配信をやります。ね23時から朝の4時、はい、この、東京代々木のミューズ音楽院の、サテライトスタジオにて、はい、やりますので、でこれがねメイン MC が俺で、アシスタント MC で、ジュースナビの新明君、うん、あと、やっぱね男だ、こうやったら男3人ダメっていうことで女子入れました、橋本桃香さん、チーリングパーティーってアイドルやってる橋本桃香さんが23時から4時までいます。でその後にカッコ仮で JBJJF の浜島邦明さんも来ていただきます。あとは、自転車で来れる人たち、これ交通費がねなかなか出せないので、はい、チャリで来れる人たち、石井さんもチャリで来れますもんね、はい、来れます、はい、だから来てくれるかもしれない、はい、でケニーは終電で帰るという感じなので、うん、けどね23時から朝の4時までやりますので、こちらの方ぜひ、でまあケニーとのその最初の1時間ぐらいは、うん、ケニーのお誕生日おめでとうで、俺とケニーの出会いの話だったりそのミューズの歴史だったりっていうのちょこっとやりたい誰が聞きたいかなこれ、わかんないと、あとそれで12時から1時ぐらいは、その橋本桃香さんっていうアイドルの、うん、でもやっぱそのアイドルをゲストで呼ぶので、そのゲストのその橋本桃香ファンにも楽しんでもらったんだけど、で俺たちも橋本桃香が知らないから、それは彼女のコーナーをちょっとやりつつ、で夜中の2時ぐらいから俺の、好きな話をする、で3時ぐらいから、新明君の話だったり、うん、浜島さんの話だったりっていうことで、多分5時間、まあまあ話持つと思います。これ生配信します、はい、これもアーカイブ残すかどうか分かりません、うん、だから生ならではのことをやっていきますので、これもぜひ見てもらえればと思います。 YouTube ライブで配信します、はい、名前もねタイトル見てカッコ仮でオールナイト日本イント復活、はい、うん、リターンズでこれやります。だからその2018年やった時にやっぱ浜島さんがいたんだよね。でその時にまたやりましょうねって言ったら、やっぱ8年経ったんだけど、やっぱだからここで浜島さんには来てほしいなと思って、で声かけさせていただきました。でここでちまちまとやりますので、こちらの方、
まあ、まあまあそんな感じで、まあその大車両とかでやりますよ。この BJJB を見てる人たちからしたらそれの延長戦みたいな感じで見てもらえればと思います。はい、はい、ケニーも出ます。石井さんも来れたら来てくれる、はい、チャリで、はい、チャリで来てくれますからもう11時から朝の4時、はい、ぜひぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで、はい、今日も3つの話題やりました。はい、ガビー対クレイグ、ジュート地上波番組放送、はい、そしてオールナイト配信やりますという感じなのでね、こちらの方もまた皆さんお楽しみしてもらえればと思います。はい、VSTS プレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本キアでした。ラスコンキリンでした。石井でした。はい、また来週お目にかかると思います。さよなら、さよなら。